にしようかな。イヤリングはどっちがいいと思う？統一感はあるけど、ちょっとなんか優しいなんかあるかな。これ歩けるやな、この距離。うん、はい、おはようございます。ゆかです。はい、おはようございます。なおです。今日はですね、広島2日目の朝です。ということで、今日は別行動です。私は広島の結婚式場行って、なおくんはこの間、岡山一人旅行ってきます。で、今回のこの動画は、なおくんの一人旅の様子がメインになりますので、このカメラをなおくんに託したいと思います。じゃあ一人旅前の心境をどうぞ。天気がちょっと微妙です。天気がね、ちょっと前に見た予報では曇りになってたんですけど、なんかちょっとだけ雨降るみたいで、まあ、降らないといいですけど、ということで、じゃあ行ってらっしゃい、バイバイ、はいはい、行ってみましょう。はい、はい、帰ってきました。お疲れちゃーん。えなおくんは岡山旅に出かけて、はい、私は結婚式別行動で別れて出発した後、まあ、なんで次の動画がここの家にいるかと言いますと、今からなおくんが撮ってきた岡山旅の動画をお家でモニタリングしたいと思います。イエーイ。鑑賞会なので、これをまあ家帰って見るって決まってたんで、岡山から三重県に帰る帰り道の間は、なおくんから岡山で何があったかっていう話は一切聞いておりません。言いたいことがいっぱいあります。なので早速見たいと思います。何があったでしょうか。プチ事件。プチ事件。はい、はい、ではモニタリングスタート。スタート。はい。ちょっと見えるか。はい。お、倉敷駅。はい。倉敷市、倉敷駅か。最初から間違えた。はい、倉敷駅着きました。取り直した。ち
ょっとあんまり時間ないですけど、ぶらり旅しまーす。顔行ってきます。やば。美観地区まで、500m 歩きます。喋るんや、一人で。恥ずかしいな。恥ずかしいな。恥ずかしいな。顎しか映ってない。結構でも栄えてるね。栄えてる。車で来とったら駐車場ない問題やな。駐車場はさ、もうずっと渋滞してんの。電車で入れへん。電車で来たら正解でしたね。正解でした。先言わんといてくれる。あ、ごめんなさい。ちょっと行きます。はい。サンドイッチらへん行きます。お腹空いたからね、サンドイッチ食べようかと思って、ね。サンドイッチ美味しそうやな。サンドイッチ屋さん目指してね、行ったんですよ。で、サンドイッチ。はい、あ、もうすぐちゃう？倉敷らへんじゃない？うん、もうでもここはメインのな。美観地区みたいな。知ってんの？え、行ったことあるよ。あ、そっか。思い出す。おお、多いね。多いね、人。おお、はい、おお、ここはすごい、すごいな人。あ、人多いね。綺麗。通常はどんなんかわからんけど。いや、でも多いよ。多いでしょう。ああ。あ、これか。あ、見つけたんじゃん。見つけた。ここです。あ、ここ、うん、サンドイッチ、うん、サンドイッチ着きました。買った？あれ、ソールドアウトじゃない？なんか貼ってない？違う？あれ？なんか嫌な予感しますよ。あ、ソールドアウトになってんじゃん。ソールドアウトになってんじゃんって。ああ。これでもさ、11時か12時、12時ぐらいな。あー、ほんまや。でも一番さ、うわ、最悪や。一番食べたかった、うまそうやった。まや、美味しそうやった。人気なんや。日本で結局行かんな。他のメニューも食べやんと。だってここで肉食べたいじゃん。まあ、そうやな。取ったけど。取ったけどやで。結局買ってないやろ。あ、喋るかな。喋る？倉敷サンドを見つけたのに、はい、売り切れ。売り切れ。残念。残念。どうしようかな。どうしよう。お前どうしようと思って。あとだってさ、なんかサンド以外はさ、なんかお菓子ばっかりやるんだ。そうやな、ご飯系ないな。おやつしかないの、どうしよう。考えてます。暑いな、でも。暑いな。まあちょっと。プチ事件。団子食べたい。団子。気を取り直して、ね、団子。次。はい、次。はい、次。いや、しゃべるの恥ずかしいやん。プリンあんじゃん。プリンあんじゃん。あるけど。並んでますね。買うの？プリンか。お腹空いてんだよ、こっちは。ああ、今は違うってこと。昼だってさ、さっき食べたいじゃん、なんか。だってサンドイッチの気分やったのにさ。確かに。食べてあんだでさ、そのプリン食べとる場合ちゃうやん。だから団子を目指します。すごい、なんか新しいお店多いね。なんか、昔行った時より綺麗になってる。増えてんじゃん、だから。若い子が好きそうなお店が多い。あ、確かに若い子多かったかも。どこだってんの。めっちゃ自転車。何食べたいの、団子。団子食べたいな。お腹空いてるもんな。団子は、みたらし団子系の団子が好きです。これなんかやってたよ。これあれじゃない、アイビーなんちゃら、なんだっけ、アイビースクエアやったっけ、アイビースクエア。昔からある。うん、昔からある。あ、ついたんじゃない。うん、並んでんじゃん、いっぱい。すごい、すごい人気やったよ。醤油だれ焼き団子、うん、美味しそう。シンプルなね、焼き団子がね、いいよね。うん、団子食べた。あ、分かった。はい。あれ？あれ？場所変わってんじゃん。あれ？あ、取れてない？あれ？え？あ、取れてなかったんかも、だからその事件的に。事件的に？うん。事件。あれ？ちょっと事件取れてないの多分。あ、取れてない。ちょっと待って、ストップ。どうしよう。取れてなかった。取れてない団子？食べたん？
で、それがですね、え、売り切れです。あんな並んだ、あんな並んだのに、うん、目の前で売り切れで、一回焼くのに20分か、ちょっとしか焼けやんから、一回焼いて、それから並んで、ちょうどギリギリで売り切れで、で、また、じゃあ焼く前、準備まで時間あるから、うん、それまでずっと並ばんといてくださいって書いてあるの、ずっと。だから一回解散してくださいって書いてあるから、もう並んだのに解散して。じゃあまた並び直さな。で、だからまた焼けるぐらいの頃合いに、こう、並んで行って、並んで、買えるか買えるかってこと。で、あとでちょっと取れてるか分からんけど、2回目も並んだけど、また。なんで言うの。だからさ、取れてないと思った。あ、取れてない。だからさ、団子ほんまに食べたかったのにさ、2回も並んだのに、その何本制限のやつで無理やったっていう。やっぱ、ついてないね。もう、サンドイッチも団子も食べれなくて、お腹ペコペコ状態なおくん、はい、これな。で、ちょっともう気分を晴らして、景色を撮ります。船は乗らんだん、川の。一人で乗る？いや、乗ったよ、ゆうか。一人で。マジか。いや、そんな勇気はないわ。これ今、どこの目的地に向かってんの？え、ちょっと当てもなく。当てもなく、ブラブラ。あ、でもデニムマンか。デニムストリートを目指して、はいはいはい、行きました。どこも並んでるな、すごいな。そうでしょう。これは食べ物屋さんに並んでんの？うん、ジュースとかね。ああ。暑いね な、ジュースとかな。が反対側のまた。一回川、向こう側まで行ったんや。一回ぐるっと回ってこっち来て。ああ、はいはいはい。ちょっとここでね、携帯で写真撮ったよ。はい。はい。あ、デニムストリート。デニムストリート来ました。はいはいはい。ゆかは行った昔。行ったよ。うん、並びましたよ、これはちゃんと並んだ、うん、名物やもんな。じゃこれはとりあえず食べやんと。てか、お腹空いてるんだ、こっちは。あ、まさやな。おー、なにこれ、ちょっと映えポイント。はい、デニムマン380円。ゆかがおったら、あれやな、デニムソフトも食べたかったね。あ、まあそうやな、うん、2つはそれだって、こうなっちゃう。欲張りだってなっちゃうからさ、食べにくい。あ、食べてる。え、食べちゃった。食べちゃったよ。ちょっと、映してよ。一口目のパクとかなし。ほんで、おいしい。もう、もう食べ普通の食事。いや、だって周りの人おるからさ、まあ、そんな、おいしいですねとかさ、恥ずかしや。あ、ちょっと、あれ、もう駅戻ってきたやん。はい、あれ、はい、帰ってきました、駅に。もう全然食べれやんだ。ちょっとショック。ちょっとなんかお土産見ます。お土産見ます。もうやけくさいうことです。はい、お疲れ様でした。でもまああれじゃない、人が多かったから今回はなかなか行きたいところに行けへんかったっていうだけで。そう、土産もだから買いたかったけど人が多すぎて、もう一人じゃちょっと並ぶ勇気はなかった。一人旅どうでしたか？一人旅は好きではありません。一人旅楽しいのに。一人ドライブは好きやけど、やっぱ一人歩きというか一人旅は好き。恥ずかしいんや。じゃあもっとだから一人だったら独り言言いたいけど恥ずかしいから言えやんから、ちょっとダメになってくる。なおくんの一人旅動画でした。無事事件ありました。いっぱい売り切れすぎやろ。皆さんはどう思いますか？ついてないね、うん、だからゴールデンウィークじゃない、また別の日にリベンジしよう、岡山は。あ、岡山だけ今度は2人で、うん、ちょっと今回はあんまり取れ高がなかったようですが、ないな、はい、またじゃあ行きましょう、岡山。はい、まあ、いいとこやけどな。うん、まあ、ゴールデンウィークにはいかんほうがいいかもしれない。まあ、そうやな。ちょっと間違えたな。でもあの船乗ってほしかったな、あの川下りじゃないけど。では乗らん。あ、でもあの時多分なんか全然人おらんくって、うん、乗った時にさ、数人しか船乗ってなくてさ、その、あの、
船をこぐおじさんがさ、写真撮ったらかーって言ってくれてさ、撮ってくれ、撮ってくれた写真がこちら。まあまあ、まあ別に待てるんやったら全然別にいいや。待てやん人はちょっとあれやから、一人旅は向いてない。はい。一人で待てないけど、二人なら待てる。はい、わかりました。はい、では以上でございます。はい、以上。では2部作終わり。お、2部作、3部作。3部作目これ3部作が終わり。はい、でもう締めやん。うん、もう締め。はい、はいはい、では今回のゴールデンウィーク旅行3部構成になってましたが、皆さん見ていただきありがとうございます。はい、前回、前々回の動画をまだ見られてない方はリンク貼ってますので、はい、ぜひご覧ください。それではまた、はい、皆さん次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。バイバーイ。